こんにちは、犬さんです。今日はね、ママに豚骨鍋をね教わろうと思ってビデオを撮りました。っていうのは最近なんですけどもね、知人が54歳で亡くなりました。まあ急遽ね亡くなったということでショックは大きいです。まあ人生50年って言いますからね、自分も50を超えてきましたので、まあいつでもね、死んでしまうちょっと自覚がありました。そこでね、やっぱり男の人が最終的に生き残るためには、何があれなのかなと思っていろいろ考えてみるとね、やっぱり自分のことは自分でできる、そういうのが一番いいなと思っております。で、自分のことはできるって言って一番できないのがやっぱり料理なんですよね。掃除とかもちょっとあれなんでしょうけど、やっぱり料理ができることによって基本的には生きることができるので、女性はね、本当ね、男性とか女性とかあんま比べてはいけないんだけども、日頃からね、やっぱ家庭のことしてるので、いざね、ご主人が亡くなっても、経済的に問題がなければ、ある程度やっぱりね、生きれますよね。ただ、男は、経済的に例えば問題がなくたとしても何もできないんですよね。日頃から全部奥さん任せでやってるので、いざという時に何もわかんない、置いてる場所もわかんないですからね。ですのでね、そういった意味ではね、少しずつ自分でもね料理ができるようにということで、今日はねその鍋、豚骨スープの鍋っていうことで、スープはね自分が選んで買ってきました。これをちょっと作ってほしいということで、録画をしてね、そして今度自分でね作れるようにしていきたいなと思います。そして鍋に限らずね、どんどんねちょっと録画してアップしといてね、これは最終的には自分のためっていうことでねアップしていこうかなと思います。ではどうぞ。これからね、鍋をやります。今日のお鍋の種類はこれね、ニンニク豚骨スープ鍋、ちょっと一連のね流れていくよ。これはしめじ、早い。ちょっと聞いとけよ。しめじはこんな感じ。これ
少しめしめ切っちゃっていいかな。いいよ、切っちゃって。切っていい。切っちゃっていい。いいよ。次は、えのき。えのき。はい、どうぞ。袋のままにしてる。一緒にして。ちょっと入りなくて。これはもうすぐ一緒にね。はい、終わり。次終わり。はい、次は何ですか。あ、にんじん。はい、切っといてよ。疲れっぱなし。普通はこう、綺麗に、ね、まあちょっと手元だけ映すから、あとすぐ切っちゃう。これはちょっとやめて。どんな感じ？皮むいた後の人参です。次は埼玉県椎茸です。石づきを取ります。石づきを取ります。いいよいいよ。次はネギ。ネギじゃない。あ、ニラか。ニラですね。ニラ、ニラいきます。じゃあ次はね、ネギいきます。ネギを洗って、やっぱりこんな散らかってる。綺麗にしよう。何切りだっけ。斜め切り、普通に斜め切り。はい、終わり。その青いところは捨てないように。青いところは冷凍庫に入れる、刻んで。はい、じゃあ次は豆腐。え、絹豆腐。絹ごし。今日は絹ごしにしました。絹ごしって柔らかいよね。だから柔らかいから四角にすると崩れるから斜めにしちゃう。あ、そうやって。絹の場合は斜めにすると崩れにくいそうですよ。これは知らなかった。はい、これで OK。次、肉。いきます。次あれだね、豚肉です。これが豚肉、ね。ハサミで切りました。あ、もうこれ切ったの？うん、もう。ハサミで切りましたね。はい。いいよ。はい。これ沈殿してるから来るそうです。振って開けます。そしてこれをゆっくり手元やらないとついていけないんです。なんで？それはパパがついていけない。これ引いてないとダメだ。引くと全部映るからね。鍋にスープを入れて、鍋にスープを入れて火にかけ、沸騰したら肉を加えます。沸騰したら肉を入れるそうです。キャベツね。はい、いきます。これ一応ほら前後できるから、ね。キャベツはラップしてくるんであります。全部喋ってください。別に喋る必要ない。え、何個？キャベツどれぐらい？4分の1個。はい、芯を切って、スタッフ。ざっと、ざっと、ざっとでいい。適当。
これでいい？いいですか？はい、OK。はい、もやし洗ったついでにキャベツもさっと洗って、はい、しまい。こんな感じです。で今あの鍋に火をかけた状態、それで沸騰したら肉を入れるっていうことになってます。これね、あの注意書きとかいろいろ書いてますけども、スープを入れる前によく振ってね、そして鍋に開けて、そして今度鍋が沸騰したら、もう少しなんか沸騰するそうです。そしたら今度肉を入れます。人参はちょっと煮えにくいので先に入れました。沸騰してきましたの、ちょっと沸騰してきましたので肉を入れます。これ一気に入れると肉が固まっちゃう。一気に入れると肉が固まるそうです。硬くなる意味じゃない。一箇所に固まる。一箇所に固まっちゃうそうなんで、ほぐして入れてます。ということで今肉を仕込んだんですけども、再び沸騰したら火を中火に落としてアクを取ってキャベツ、長ネギ、人参、えのきだけを入れます。火が通ったらニラ、もやしを加え具材が煮えたら出来上がりです。ちょっと沸騰してきましたね。そしたら今度中火で、これ中火に、そしたらばアクを取ります。はい、と、はい、いうことで入れます。椎茸入れました。えのきを入れます。次はしめじ、しめじ入れます。うん、すごい、なんか野菜たっぷりでいいね。きのこも大好き。切った時に、こっちに切った時に一緒にやっとかないと、後から切ってもめんどくさくなるから、もうすぐやる。ネギの青いとこです、これ。ちょっと今みじん切りになっちゃってるから形がなくなっていくかわかんない。みじん切りじゃないよ。これは輪切りです。輪切りになっちゃってるけど、これを冷凍保存するためにしてます。味噌汁に入れたり、うどんに入れたりできますので、これ捨てないで冷凍保存。これでしばらく中火で煮立てます。はい、これ今煮立ったので今度キャベツを入れます。力弱いから聞こえない。下ごしらえしたもやし、ひげ全部取ってます。ひげを取ってるそうです。1時間かかりました。1時間かけてひげを取りました。ママのこだわり。こだわりっていうか、美味しく食べたいです。美味しく食べたいからの仕組みです。はい、OK、じゃあここで次も豆腐とネギを入れます。水を切って、水を切りました。ニラは、ニラサイド。
でまた蓋をしてしばらく、もうちょっとしたらメイン、もう少ししたらメインを入れるそうです。片付け上手は料理上手、料理上手は片付け上手、料理上手は片付け上手で、もうね、料理しながらこのように片付けていく、それが上手な秘訣で、まあ気持ちいいけどね、こういうふうにやっていったわね。はい、煮立ってきました。次に麺を入れます。ということは4人前、こんなに4人前なの、こんだけで消しますね。じゃあ、あとはニラも入れるのかな、ニラ入れない入れない、はい、ネギ、ニラ、うまい。